の鬼滅神社からまっすぐ行った先は何があるんだろう。車でね来る人はなかなかこのエリアに入らないと思うんですけど、いい眺めです。うわ立派なねお釈迦様が。というわけで今日はね鬼滅神社に来てるんですけども、今日行く場所はここじゃなくてこっち側です。風強いですけど、鬼滅神社があるわけですけど、この鬼滅神社からまっすぐ行った先は何があるんだと前から気になってたんですけど、まあ、駅はあるのは確かなんですけども、なんかねこの参道の始まりがね気になって、ちょっと今日は歩いていこうかなと思うんですけども、この目の前には鬼滅城があってということで、何かしらあるんじゃないかと思いながら今日歩いていこうかなと思います。里高松松並木のから南側かな、まあ、色々とねちょっと距離ありますけど、犬飼牧道あったりとか、花栗塚以前行きましたよね、そういうエリアかなと。この先には何もないというような感じなんですけども、ちょっとそういうのがやっぱ気になると、ちょっと行こうかな。まあ、車でね来る人はなかなかこのエリアに入らないと思うんですけども、まあ、電車で来る人は通ると思うんですけども、こう松の木が、うわもうね中身が見えてますね。見えてこの松の木、あの葉っぱがねこの木の中に入ってるということで、ようこそ鬼滅神社へと。鬼滅参道踏切。
はい、鬼滅駅に到着しました。券売機で買うスタイルに、38分ということです、いうことなんですよね。吉備津駅を越えたところがこの旧山陽道っていうことなんですよね。ちょっとその辺行ってみましょうかね。一服堂がねあるらしくて、またそっからのね見晴らしもいいということで、ここが一服堂。こういうと一服堂、もうこれ鬼滅のね、街並みが見渡せると、ね、鬼滅の、はい、ね、あの向こうにあるのが鬼滅神社ですよね。これ夜ね結構いい夜景見えそうですね。お、薬師寺とでね、めちゃめちゃ気になったのがこの上にある、いや立派なねお釈迦様が、いやね、そこに昔ながらの墓地が、墓地お墓が、吉注意と。あ、いい眺めです。こちらがね旧山陽道ということなんですけども、ここからずっと、真備から矢陰からということで戻ってきました。あの商店とかね普通はあってもいいと思うんですけども、やはりこの鬼滅神社があることによってやはり飽きないとかちょっと控えめなんですかね。だいたい天山陽道って言ったら賑やかな雰囲気というかねあるんですけども、落ち着いたようなね感じですね。神社が神社、スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。おお、こんな真ん中に、
神社がありますね。もうちょうどね、吉備津神社と対面するような感じの神社ですね。はい、というわけで今日はね、吉備津神社、吉備津神社ですね、吉備津神社の反対側の道、まあ、参道元からね行ってみるっていう企画だったんですけど、まあ、何があるかと前から気になってたんですけどもね、まあ、この松の、ね、並木がある、当たるのは知ってたんですけども、その先に、まあ、駅があって、大仏殿じゃなくて大仏がね、大きなお釈迦様が山の上にあったと。で、まあ、そこからの、ね、見晴らしもすごい良くて、でその吉備津神社の、ね、と同じ位置というか対面する形で、まあ、そこにも神社があったということで、まあね、春の散歩、これからのシーズンの、ね、散歩的にはすごいいい場所かなと思いますね。はい、というわけで、まあね、旧山陽道ということで、そういうのが好きな、昔が好きな人はいいかもしれないですね。というわけで皆さんぜひ行ってみてくださいという感じのお散歩コースでした。ありがとうございました。アーバンスピチューブ始めました。こちらでは上げにくい動画、短い動画などはこちらで公開しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。